はい、インディーズバンドオルムさんのリーダーことボーカルのオランです。運営員の皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、これも結構リクエストがありまして、はい、もう一回石川さゆりさんやってくれと。おーおーおー、はいはいはい、石川さゆりさん最近ちょっとこう間が空いてるからね、こうみんなこう手ぐすね引いて待てる方がちょっと多くなってしまって、なかなか出てけえなと、はい、石川さゆりさんをやるかなと思いますけども、はいはい、今回は津軽海峡冬景色という、はい、もうこれはもう鉄板という曲でございますけども、これがなんとあの公式の石川さゆりさんの公式チャンネルで上がってるんで、はい、これをちょっと見てみようかなと、はいはいはい、見てどんな感じかなと。今現在だからこれ2021年のコンサートの模様なんですよね。あ、じゃあ2年前ですかね。うん、これね、あのうち八虎のカラオケあったんですよ、昔々、はいはいはい、あれでみんなこう親戚とか集まってカラオケやっとったんですよ。よ、はいはい、やっとった津軽海峡冬景色演歌結構ハチトラって多いんで。あ、なるほどね、はい、それでよう歌ってましたね、あの親戚の おばちゃんっていうか、まあ、でも大体演歌好きな方ってこの歌歌われる方多いじゃないですか、うん、これの本家をちょっとこれまじまじと聞くことあんまなかったなと思って。私もなんかどちらかというとモノマネしてるやつを聞いたっていう感じですね、うん、ちょっと聞いてみましょう。はい、はいはいはい、着物着て、もう喋り声がたまらん。赤いお着物よう似合いますね、うん、色白やから似合うんですよ、ね、そう、コロナ禍や2021年やから結構大変な時期やわ、ね、こっからこっちがどんちょうやな。あ、ほんまやほんまや、もうこの出だしからすげえすげえですね、うん、寒いことあった今。結構いきなりパンチあるでしょ。うわー、これちょっと歪むところがいいな。ここやばいな、ここすごいやろこれ誰もできへんねん。できないできないできない、うん、石川さゆりさんのコンサートも一回行きたいのよな。いや、うまいの次元に通り越して、うん、ほんとすごい。結構この緩急つけてるでしょ。すごいなこれこう滑らかに裏声まで映るのすごくないです。うわ、ゾワってくるわ。ここのはここはね絶対真似できへんな。あのあーののこの裏声のところが絶対切り替えポイントって途切れる瞬間が出るんですけどね、うん、皆さんようこそお越しください。あ、すごいな、声がいい、うん、喋り声好きやね、うん、はい、ということで、ちょっとライブ映像を見てみましたけども、いや、しょっぱなでこの曲持ってくるってはすごいコンサートだないや、これでもライブ全部じゃないですよ、これ多分途中からやと思いますよ。あ、でもすごいな、うん、これだから上の初のってここ結構強いじゃないですか。そうそう、もう初っ端から結構ドス効いてる声がうーっていうね、うん、で、ね、青森駅は雪の中ってとかちょっと優しいんですよ、うん、この最初が強くてちょっとその次に優しくなったりとかで、また同じメロディーの繰り返しやから強くなってで緩くなってこれはすご
ごいこのあーこれほんま国宝やな。もう国宝ですね本当にこの裏声なんで途切れへんといくんやろ、この下からこうやって絶対途切れるんすよ声。これ最初のあーあーのとこ最初ちょっと大そうそうやろ、おこの口のこの上げ方見たら、ね、おーっぽい感じ、あーじゃなくて、おーおーっていう、こうできへんけど、あーとおーの中間ですよね。でも絶妙すぎて、これね、ほんとこの難易度マックスですから、難易度マックスですよ。ただでさえこの津軽海峡冬景色って、うん、まあ普通に歌ったら普通の歌になっちゃうんですけど、まあ、しっかりこの、まあ、いわゆる津軽海峡のこのなんか荒波も、うんうんうん、表現しながらじゃないですか。こんだけ緩急つけて忙しいさなかであのあーで全部持ってかれるっていうね、うん、えげつない、すごい、これもすごいわ、これこんなすごいと思ってなかったよ、うん、聞くまでね、うん、どちらかというと天城越えの印象の方がパンチが効いてたんで、そっちのなんかそのなんていうの、力強い歌声が印象的だったんですけど、いや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 、天城越えの方がまだねカバー的にはしやすいかなと思う。そうなんていうんですかね、あの演歌っぽくないんですよ天城越えって、うんうん、どちらかというとその要素も入ってる感じが、なんかカバーするときって普通にあの今でも若いアーティストさんが天城越えカバーするじゃないですか。そうですね、そうなんですよ、 これは難しい、無理無理、やっぱもう演歌独特の拳回したりとかあるじゃないですか、もうあらゆる技法が凝縮されてる曲なんで、これとんで繋がってんもんな、うん、地声とこの裏声のところが全く切れ目なく、何にも切れ目ないんですよ、ここがもうこの曲のすごいところ、もうそれに終始ですよ、うん、これできないんで普通の人、これもこの曲もさ、でもよく聞いてみるとそんなに歌い方演歌っぽくないんですよ、めっちゃビブラートかけるとか、うんうんうん、拳入れるとかあんまなくて、ね、うん、実はポップス寄りに近い歌い方なんですよね、これ意外と声がストレートやから、だからそんなに演歌好きじゃない人でも入りやすいんですよね、天城越えもそうですけど、うん、石川さゆりさんの歌ってそのめっちゃ演歌ファンじゃなくてもスッと入ってくるんですよ、なんかあのド演歌っていう感じじゃないですよね、うん、なんかあのゴリゴリのね、うん、いやでもこの津軽海峡冬景色すごいなすごすぎるやろすごいないや、あのなんですかね、イントロからまともに聞いたことなかったんで、うんうんうん、このイントロの始まりのジャッ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 ジャーのところでドワーッてさぶよかった、ね、あのジャッジャッジャッジャーは多分ね荒波を表してるんだなっていう、ね、なんかあの岸壁にもうすごいなんか波が打ちつけてバサーンみたいな、そうそう、これね歌詞誰やったかな、武田鉄矢さんやったから言ってたんが、はい、あの上野発の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中で、はいはいはい、これだけでこの上野から青森の工程を全て表してるって言ってて、うん、ね、すよね、なんかもうこの曲でも波を表現してみたいな、すごい曲やな思って、ジャッジャッジャッジャーン、そう、ジャッジャッザパーンじゃないですか、映像出てくるもん、なんかあの東映のなんか東映のザパーンみたいな、同じこと思ったですよね、そうそうそうもう MV やったら絶対あれ使うわ、もうザパーンってねぐらいの、この曲が重厚感あるからこそなんかこの声が負けないようにしなきゃいけないわけじゃないですか、そうそうそう、これ ね若い時の石川さゆりさんよりやっぱり今やあ迫力がすごい、若い時でちょっと聞いてみましょうか、はい、いや若い時というかデビューというかこの曲当時のやつをね、当時の音源の方ね、最近こういうメロディーいいなと思うようになってきたもん、やっぱ年齢なんかなとか思いながらちょっと軽いでしょ今より、あのクリアですね、うん、声が、うんうんうん、新人歌手出てきました、うん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 、っていう感じと軽い、
違うやろ。あの言い方がもうあれだから進化してんねん。低音の乗り方全然違いますもんね、うん、なんかこう迫力がさらに増して、あの一節に人生が、ね、もう石川さゆりさんの人生ドゥア乗っかったような、全部乗っかってもうよりザッパーン感すごいですもんね、うん、さっき聞いたやつが。太京のいいが裏声なんですよ、ここ若干ここね、ひねり方がすごいよな。すごいなこれは当時 の, あの音源ですね。77年らしいです。77年はい、だから46年前。へー、はい、ということでこれ若いこの当時の音源です。今聞いてもなんかそんなに前の歌だって思わないですよね、うん、でもこれ現在のやっぱ石川さゆりさんやっぱめちゃくちゃ進化してるな。いやむちゃくちゃすごいっすむちゃくちゃすごいこれもすごいねんけど、はい、その進化しすぎてて低音の乗せ方がすごいっすよね、うん、だって歪んだ声を多用されてるじゃないですか、うんうん、最初に聞いたやつって、うん、結構難しいっすよ。でも僕これで思ったんですけど、やっぱりこの石川さゆりさんの今回のこの津軽海峡冬景色を聞いて思ったんですけど、やっぱり歌い続けることって大事やなと思った。本当そうですね。同じ曲やけど、うん、これよく言われるじゃないですか、うん、この曲でヒットしたからもうこの曲歌うの嫌だっていう人も中にはいると思うんですけども、うんうんうん、やっぱりこう歌い続けてきて、うん、今は今のこの曲があるっていうのはすごいこれでよく分かったなと思ったんですよね。まあ、でもなんかそのなんていうんですかね、なんかこう生きてきたその背景が全部乗っかって解釈の仕方も変わってくるじゃないですか、うん、人って、うんうん、なんかやっぱりその部分で同じ曲を歌うことってなんかマイナスではなくむしろプラスになることの方が多いんだなって思いますよね、うん、聞いてて。今のだってね、石川さゆりさんのこの津軽海峡のこのなんかすごい、重みが違うよなって重みの、もうなんか映画見てるみたいな感じですもんね、うん、ほんまにすごいすごい。なんだ声がいいわやっぱり、なんかもうこの声がね、もともとのお声がすごくいいお声じゃないですか。イオン成分が綺麗に乗っかってて、 YouTube でねいろいろ喋られたりもしてるんですけど、なんかその声も好きで ね僕ね、なんかすごくそもそもの話し声自体もすごくこ う, そ う, そうなんか上品、ね、魅力的なお声されてるじゃないですか。うらやましいですよね。これ ねもう一個聞いてみます。あるんですよ、は公式 YouTube に。出血大サービスですね、はあ、あの公式 YouTube にね、違うバージョンのやつ、前に聞いた何だかな、ウイスキーがお好きでしょう、はいはいはい、あのスタイル、はい、うん、ってあるんですよ。スタジオで歌う、スタジオで、あのおうちでライブっていうぐらい、うん、おうちでライブで津軽海峡があったんですよ。コントカツでやるんですか。うん、すごい、もう声そのまま聞けるよ。歌い方ちょっと違うやろ。ちょっと歪むねん、ここが。ええねん、これが。笑うしかない。うますぎて笑うしかない。ちょっと涙出るわ、すごい。いや、声が際立つから、うわ、すっごい。うん、これアレンジいいよな、ね、ですよね。これのライブも見たいね。
うわうまいな最後こう終わるのね。これ一応難しい終わり方よこれ。あのグワってやった後にこうって喉おかしなるんで、うん、でしかもなんかそっと置く感じじゃなくてめちゃくちゃここまでパワー溜めてこうホワって出すっていうやり方なんで、うん、はい、ということで、はい、もう今日は3連発聞きました。すごっ、うん、お若い時より今の方がその裏声に移るこの切り替えポイントほぼ分からんレベルなんですね。すげえ進化してるすごい進化の幅がすごいんですよ。そうそう、しかもこのね、あーの低いところがちょっと若干がなり入ってるじゃないか、うん、そこからの裏声ですよ、うん、こうさちょっとでも感情が入るところのガッと一瞬だけ歪ませてるところがあるんですけども、わあでもちょっとすごいな、すごいっすよ、あれなんかうまいこと入れてるわと思ったもんあれ入れすぎてあかんねんと思ってちょっとだけこうあってなってるところがあって、うわやられたと思うもんな。そのそれをちょっと歪まして入れることによりよりそのうー感情っていうか、ね、うん、出る感じに、ね、なってるんだと思うんですけど、もうちょっと口が開いちゃいますねこれは。もうね、もうお腹いっぱいですから、お願いしましょう。やばいわ、やばいっすわ。ほんま歌うまい。当たり前ちゃ当たり前なんだけど。当たり前なんですけど。いやでもこれレベル違うで。神がかってません。うん。これただうまいのレベルじゃないですか、神がかってるんですよ、うん、天才の域も超えてるんですよ、神なんですよ、うん、ほんますげえこの方でもウィスパーボイスもすごいうまいですから、あのね、ホワイトクリスマスとかもすごかったじゃないですか、あの音量加減で歌うよ、歌うなと思う、しんどい歌い方、難しいんですよね、うん、あれあの音量を小さくして歌うっていうのってすごい大変なんで、パワーがいるんで不安定になるんですよ。そう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 、これはもう口が開いちゃいます。はい、という感じでね。これはすごいっすわ、ほんのすごい。いや石川さゆりさんは本当にすごい、僕らみたいなんでもすごくスッと入ってくるんですよ、これ不思議とね。だって若い人結構なんか僕ら以下の年齢の人でもその見に行ったっていう人ちょこちょこ聞きますよ。やっぱりそうなんですか。はい、石川さゆりさん来ましたっていうのってことはやっぱ入ってきやすいんやと思う、我々の世代でも。でも、うん、あのお声が綺麗なのとやっぱりなんかその拳回しなんです、何にしてもあのなんせくどくないというか、なんかさらっと入ってくるじゃないですか、うん、でもめっちゃ来る、そう来るんすよ、来るんすよ、ね、これでもかと言わんばかりにっていうよりかはさらっとすごいことやっちゃうっていうタイプの方なんで、全然なんかずっと聞いてられますって感じなんですよ、本当に本当に。これほんま国宝級ですな。いやあのあんまりこの表現ないじゃないですか、他の曲とかでさ、その他の歌手さんとかで、あのああとか、あれはすごい、できへん、できへん、あれはできへん、できる人5本指もおるんちゃうんかな。あれ歌うまい人でも絶対無理なやつですから この底辺からここまで持ってくぐらいの楽さなんでね、うん、絶対無理。でもあそこの決めってだいぶ考えられたと思いますよ多分。そうですよね、だって一番のこの売りどころじゃないですか、見せ場か、一番の見せ場。逆に最初の若い時はまあここまでインパクトない歌い方になってて、どんどんその、まあそうですね、年輪というかその歌い続けていくにつれて、うん、その表現が変わってきて、うん、逆にそこが売りになったのかもしれない、これはちょっとどっちか分からないですけど。いや私あの本当にここのあーあーのところが一番覚えてるんで、うん、インパクトすごすぎるやろ、すごいっすよね。これ
これよくこうやって聞くとね、ものすごいなと思う。いやもうこれこれ今の一番最後のさ、このギターとアコーディオンとチェロですね、チェロのね、はい、このアレンジが一番入ってきますね、はい、これやっぱ声がそのままこう出てくるから、ダイレクトなんでね、どうやって歌ってんやろなっていうところ見たら、この口のこの動き方も複雑なんですよ。ほんでああなんですけども、縦には開い、最初オーなんですよ、ね、そう、最初オーの開き方して、でこうだんだん横になるんですよ。器用やなでも真似したところでこうはならないんで、絶対気持ち悪くなる。あの普通の人がやったらあかん普通の人がやったら気持ち悪くなるだけ、やったらあかんあーなんかもう、はい、すごいわ。ということでちょっと石川さゆりさん、はい、ちょっと今日は同じ曲3連発で違う、はい、ジャンルじゃないわ、はい、違う演奏のやつを聞いてみました、はい、ということで、はい、これぐらいにして終了したいと思います、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てや、ありがとうございます。あ、ということでお腹いっぱいですね。この方が50年ずっと第一線でやられてる意味が分かりますよね、うん、なるほどみたいな。うわ、綺麗しな。そうそうなんですよね、お美しいですよね。そうなのよ、結構若い方に好かれますからね、うんうん、石川さゆりさんって。本名石川絹代さんっていうすごい名前だ。へえ。へえ。わ、65歳か。もう奇跡の存在ですね、石川さゆりさんって、うん。で、若い方ってどっちかというとウイスキーがお好きでしょってあれで知った人の方が多いよね。うん、であとやっぱりいろんな歌手さんが天城越えをカバーしてるんで、もともとのそのね歌ってる人誰だろうっていうのを石川さゆりさんの名前知るっていうパターンもあるんで、うん、だってカラオケで天城越えを歌ってる若い子ってまあいてますよ。まあいてますよ、ほんまに。はい、これ石川さゆりさんが歌ってなかったらこうもまあなってないだろうなと思いますね、この天城越えに関しては。なんかでも演歌は演歌やけどちょっと新しいタイプかなっていう感じがしますね。そうですね、ど演歌ではないです、ね、ではない歌い方が。普通のなんかこうホワイトクリスマスとか歌われてもちゃんと、あれもなかなか秀逸やったけど。いや、なんかその間の取り方がほぼ洋楽乗りでいけるんですねっていう話ですよね、うんうん、この後ろ乗りもこうなんでもちゃんとできんやみたいな、何でも歌おうしてやなって思いますね。いや、もうそら、いや、ここまでできたら何でもできちゃいますよ。次回はこれいってみようよ、あのかくれんぼね、かくれんぼ、はい、アイドル歌手としてデビューした時の歌を、ね、聞いてみましょう。そういう、また違う、そのような時代もあったんですか最初はね1973年3月25日かくれんぼで、アイドル歌手として日本コロンビアでデビュー。あー、でも歌手デビューしてからしばらくして花の三中トリオが出てきたから、うん、そう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 、ちょっと日の目を見ることがっていうことですね。そう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 、いろいろね、ちょっとデビュー曲を今度聞きたい俺。これ俺まだ聞いてないんで。ど、想像つかないです。想像つかないよ。想像つかない。これ想像つかないのがいいなと思います。どんなんやろ。でも絶対可愛いと思うんですよ。絶対可愛いと思うんですよ。あのお写真は見てるんですよ。あ、見たんですか。もう可愛い。まあ、そうです。もう楽しみにとっといてください。うわ。はい、あ。そんな感じでね。次回はそれをやってみましょう。すごい。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。
秋の風の